はい、スキューちゃん、はい、先生ね、この1週間、2週間か、これ、なんだか覚えてる？ビブレでね、血糖値つけていろいろチャレンジしました、ね、で、今は、あと4時間、今は中でいろいろ甘いものを食べてきて、朝、今朝までラーメンを食べて、スキューちゃん食べていけないでラーメンを食べてるので、血糖値がこんな上がり方してます、はい、では、このカーブがね普通にこうなってて、なんか昨日先生ちょっとビール飲みすぎちゃって低血糖を起こしてるんですよね。そのリバウンドで低血糖を起こして、でラーメン食べて急上昇してるの、しきちゃん分かります？はい、これがね、だいたいただね130ぐらいまでなんですよ。130ぐらいまで上がって、前回測った時は200とかいってたんですよ。しきちゃん、これなんでだか分かる？ラーメン質おーかもしれないけど、でもさ先生ちょっとほら2年前と比べてどう、見た目ちょっと違うね。2年前と比べてちょっとなんか変わったと思う。どこがどこが、ちょっと違うな、ちょっとさ、ちょっと痩せたと思う、ちょっとだけ、うん、ありがとう先生の生徒さん皆さん来てくれるんだけど、それとの先生で何やったのって言われるんだけど、そこのちょっと秘密をお伝えしようかなというふうに思います、はい、ね、まずですね、血糖値今回いろいろやりました。血糖値というところで、基本的にこれ乱高下しない方が痩せるんではないかという仮説を立ててね、まあ事実かもしれませんけど、これやってみなきゃ分かんないですよ、世の中ね、やってみなきゃ分からないので、そういう事実というものをこう仮説ね、自分の体の中で本当なのかどうかというところをやってみました。で先生が頑張ったのはね、しきちゃん聞きたいでしょ、どうやって痩せたかですね。知りたいそんな感じ悪いの？痩せたいよ、腸というものがですね、ちょっとね先生こう緩かったんですよ。緩い読めるこれ、うん、緩かったんだけど、これをですねなんとかこうしっかりと緩くないようにしました。緩くないようにするにはいろいろ頑張りました。もう本当にね、いろんな先生に教わりながら、お医者さんにね教わりながら勉強してたわけですけども、一つまずここ腸の内側ですね、壁のこれずっと子宮ちゃんが子宮チャンネルでもやってますけども、分かりますよね、腸の炎症を取るですね、腸の炎症を取るっていう形で考えてきました。じゃあ子宮ちゃん、子宮この先生たちも付き合い長くなってきたけど、どうかな、腸の炎症を取るには何が必要だって話した？いいご飯いいご飯どういうこと？体にいいご飯体にいいご飯今日眠いの？大丈夫大丈夫、体にいいご飯ってさ難しいよね、それだと、うん、そうじゃあね、これ書きましょう。肉いや、ちょっと違う、良い油って話したよね、良い油、油の質を考えてきました。揚げ物できるだけ避けて、食べてます、食べてるのは知ってるんだけど、できるだけ避けてっていう形をしてですね、プラスの、まあ、良い油のステロイド系のビタミンである、ビタミン D ですね、これを飲むようにしました。ビタミン D を定期的にこう1日ね、量を決めて、飲むようにしてきました。するとですよ、しきちゃん聞きたいでしょ、ラーメンですね、
ラーメンというものを食べて、同じような種類のものを食べて、もう恥ずかしながら前回食べた時下手するとですよ、200近くまでいきました、血糖値がですね。これリブレって誤差があるっていうのは分かるんですけども、やっぱ傾向は見て取れるので一般的に信じていいというふうに思います。またやりますんでね、機械を変えてどうかっていうところも検証はしてるのでね、それを踏まえてのものだというふうに思ってください。前回200って言ってたのが、今回しきちゃんラーメン食べてさっきいくつって言ってた先生、もうちょっとスリムになって先生が120、130ですね潤いが130、この差はでかいですよね。前緩かった先生は、2年ぐらい前の先生はですね、まあ、揚げ物大好きでした。なんかその、ね、フライヤー、コンビニのフライヤーで体ができてるぐらいその揚げ物好きだったんですけども、そういうのやめて、一旦やめてみて、できるだけ自分で作るようにしてですね、そういうことをやって、なんと200とか、まあ、180とか言ってた血糖値がラーメンだったんですよ。今回はなんと130というね、あまり上がらないというような状況ができます。しかもそんなにこうリバウンドで下がらないっていう形ですね。安定して、まあ、90ぐらいね、70、まあ、80から130、120ぐらいの間をこう行ったり来てるしてるようになったっていうところが、もうね、今回ちょっとポイント絞ってとても重要なんでいきましょう。これいろんな意見があるしですね、いろんな噂があるしなんですけども、結論から言って、こう腸のこの膜には絶対いいです。間違いなく腸の膜にはいいです。これいろいろ論文ひっくり返して見てみたんですけども、いろんなこと書いてありますですね。粘膜の結合を強くする、粘膜、腸って粘膜ですからね、結合強くなると炎症物質体に入ってきづらくなりますよね。糖も入ってきやすくなるっていう形ですね。で、良い油っていう話になってくると、炎症を抑えてくれる油という形になります。炎症を抑えてくれる油っていう話になってくると、そういうね、まあいろいろこう重要になってくるかなというふうに思います。ですね。で、まあ今聞いてた、しぎちゃん聞いてた、聞いてた。はい、で何が必要って言った。いい油とビタミン D。 ビタミン D ですね。なんか聞いてなかったので、ちょっと突っ込みましたけども、良い油とビタミン D という部分とですね、これを長期的に飲んでね、飲んできました。食事にはできるだけ良い油みたいなのを使ってですね、やるのと、これとプラスしてやってきたものがありますですね。プラスしてやってきたものが、よく噛んで食べるってことなんですよ。やっぱ腸に負担をかけずに、腸に炎症を起こさないようにすることを心がけていくと、腸が整って血糖値も上がりづらくなるんだなというふうに、妊活頑張ってる皆さんね、すごく考えてほしいなというふうに思います。またね、2人目頑張ってる方とかってどうしても分かりますよね。こう今まで通りいかないですよね。子供ってやっぱ糖質しか食べてくれなかったりとかするしね、そういう形で考えていくと、ちょっとそこの部分をね、この辺でしっかりと補ってて、血糖値の乱高下自体は間違いなく妊活にマイナスなのでね、そこを避けるような形でやっていっていただけるととてもいいんじゃないかというふうに思います。ね、今日はね、もうこう先生の成果ですね、こうリブレでの成果というところで、見えてきた話を